こんにちは。いつもありがとうございます。パーソナリティのアクシス合同会社の代表をやっている忠翼です。この配信はビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日更新をしています。今日は何の話なんですけれども、コンテンツクリエイターに求められる3つの要素、これを掘り下げて、そこから着想を広げて、えー、っと、いくつか話をしていきたいなと思っています。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。 皆さん、いきなりなんですけれども、チキリンさんをご存知でしょうか社会派ブロガーと名乗っていらっしゃいますが、ブログですごく、もしかしたら日本で一番読まれているブログの一つだと言っていいと思うんですけれども、チキリンさんがいらっしゃいます。チキリンさんはブログ以外にも、ボイシーをやっています。ボイシーはネットラジオですかね、音声配信サービスなんですが、チキリンさんがボイシーですごく興味深いことを話されている。 それが最初に言ったようなコンテンツクリエイターに求められる3つの要素だったんです。で、ボイシーが、えっと、第89回ですかね。私が美術館に行く理由というタイトルでチキリンさんが言って、おっしゃっていたのは、コンテンツクリエイターに求められる3つの要素があって、それが、えっと、ロジック、マーケット、そしてアートだったんです。で、この3つ目のアートに関して、私がさ、えっと、チキリンさんが、まあ、彼女が最近よく美術館に行っている理由というのを、えっと、お話しされていました。 でこの三つですね。えっと、ロジックとマーケットとアート。この三つがコンテンツクリエイターの方に、の人には求められる三つの要素という話が私はすごく興味深く聞きました。それぞれ、えっと、ロジックというのは論理的に考えられるか。マーケットというのは、えっと、市場から何が求められるかですかね。どんなことが、えっと、視聴者とか、購読者、ユーザーから求められているのか。 そしてアートというのは美術的、えー、とアートの感覚。この3つを兼ね,添えない兼ね添えられているかというのが問われているという内容でした。でこの3つすごく面白い分け方だなと思っていてで、話を聞きながら思ったこのロジックとマーケットとアート。この3つというのは、えっと、別のフレームにも当てはまるなと聞きながら思ったんですね。でここから私の解釈が入っていくんですけれども、3つというのは、えっと、ウィルキャンマストーなんです。 でウィル・キャン・マストの考え方、皆さんはお聞きになったことはあるでしょうかよく働きがいとかビジネスキャリアですね。ここにウィルとキャンとマスト3つの要素があって、それが全て当てはめるほど働きがいがあって、かつキャリアもそこに自分のヒントが見いだせていけるという考え方です。でもう少し、じゃウィルとキャンとマスト何を言っているかというと、ウィルというのは自分がやりたいことですね。ウィルは日本語に訳すと意志なので、意志としてこれを自分がやりたいと。 もっと平たく言うと、ワクワクしているとか、熱中できるもの。これが Will の要素です。次に Can。これは何かというと、自分ができることです。あるいは得意なことと言ってもいいかもしれないですね。そして Must。これは何かというと、Must というのは何々しなければならないと日本語に訳されますが、そこからもう少し解釈を広げて、周りや人から求められることです。以上の Will と Can と Must。この3つがすべて 成り立っってていいいるるほどすすごくく働きがいのある仕事キャリアになっていくんです、まあ、というのは、まあ、自分がまずやりたいことがウィルとしてあって、そして自分が得意なことである。かつそれが周りや、まあ、社会、お客さんから求められる。このウィルとキャンとマストの3つ、まあ、スイートスポットのようなところですかね。ここの領域に自分のヒント、働き方とかキャリアを見いだしていきますで。最初のチキニさんのコンテンツクリエイターの3つの要素ですよね。ロジックとマーケットとアート。 この3つというのがウィルキャンマストに一致するなと思ったんです。Will というのはアートですかね。アートというのは自分の内側から生まれるその作りたいとか、この作品を世に問いたいというアーティストの内側からの思いなんですね。これはまさに Will だと思ったんです。2つ目のキャン、ここは私はロジックかなと思いました。論理的に構造化できて、自分ができることを理解して、さらに再現性を高められる能力。 ここがロジックですし、まあ、キャンの要素かなと考えました。で3つ目は、えっと、マストなんですけれども、マストはマーケットからです,ですかね、マーケット感覚ですで。ウィルキャンマストのマストというのは、えー、人から求められること、周りから。これはつまりマーケットと満たしていいので、自分のが求められること。それをマーケット感覚を持って、マーケットが今とか、あるいはこれからですかね、何を求めているかをしっかりとつかめるようにな,るなっているか。 これがマストだし、えっ、ー、と、チキリンさんの言う、うんと、マーケットだと考えました。で、もう少しさらにあの着想を広げてみると、えっ、ー、と、ロジックとマーケットとアート、この3つのコンテンツクリエイターが,もが求められる要素があったんですけれども、これはさっきのウィルキアンマストほどじゃないんだけれども、ここから、えっ、ー、と、似たような3つのフレームで、うんと、近しいなと思ったのがあるので、それも後半ご紹介させてください。 で3つというのは、あの、岡田敏夫さんという方が書かれていた本の中の天才の3つの要素なんです。岡田敏夫さんの本というのは、本のタイトルがあなたを天才にするスマートノート。この本、えー、だったんですけれども、この本の中に岡田さんが考える天才の3つの要素がすごく面白かったんですね。その3つの要素が、えー、っと、マーケット、ロジック、えー、ロジックマーケットアート。この3つにも、えー、少し似てくるなと思ったので紹介します。 じゃあ、天才のまず3つの要素なんですけれどもえ、皆さんは天才と聞くとどんな人をイメージされるでしょうか天才の要素を挙げろと言われれば何が思いつくでしょうかで、あなたを天才にするスマートノートという岡田敏夫さんの方に書かれていた天才の3つの要素は、順番に発想力、表現力、論理力ですで。もう一度繰り返しておくと、発想力、表現力、そして論理力です。で、この3つを全て、まあ、高いレベルで 兼ね添えててていいいいいるほど天才ととうにに書かれていてここも私は読んだ時にすごく興味深いと思いましたじゃあ発想力、表現力、論理力とはそれぞれ何かなんですけれどももう少し掘り下げていくと発想力というのは人にはない着眼点とか物の見方切り口あとはそうです、ね、高い視座とかすごく広い視野を持っていて多くの視点を持っているこれらが発想力につながっている要因だと考えます。 じゃあえー、と表現力は何かなんですけれども、これは自分が感じたこととか思ったことをいろいろな表現で的確にできることです。表現とは何かというと、まあ、言葉を使ったり図で描く、あるいは絵にしたりだとか、物にする、まあ、デザインに仕上げたりあとは、あとはそうですね、数式とか記号によって表現ができる。ま、ずもっと広げると、えー、と音楽とか、あるいはこう身体的な動き、こうしたあらゆる方法において自分が思っていること、 感じたことを表現できる。これが表現力かなと思います。で、三つ目の要素が論理力ですね。これは論理的に構造化できて、体系ができたり、それによって他者に分かりやすく伝えることができます。あとは物事の再現性ですかね。論理的に構築できているので、再現性も高いです。以上のような天才の三つの要素。表現力、発想力、表現力、えっ、ー、と、論理力です。 でこの3つそれぞれがうんと、まあ、ぴったりと一致しないんだけれども、えー、ロジック、マーケット、アートにもつながるなと思っています、まあ、ロジックは3つ目の論理学がそのものですし、えっと、アートというのはうん発想力とか表現力この2つを兼ね添えていると、えー、アートの力というのは高いなと思ったので、まあ、天才の要素も、えっと、コンテンツクリエイターの3つの要素ですね、まあ、つながるなというふうに考えましたでここまで、えっと、3つの要素ですね それぞれ見てきたんですけれども、最後にちょっと要するにどういうことなのかなというのを掘り下げたいなと思ってます。で、改めて思った今までの話のそうはとは何かなんですけれども、私は、えっと、いろんな複雑なこと、抽象的なことも3つくらいに要因分解をすると、えっと、理解がしやすいなと思いました。まあ、今回見てきた、じゃコンテンツクリエイターの3つの要素とは何か、これはロジック、マーケット、アートの3つの要素に分けられました。 で働きがい、ウィルキャンマストの3つご紹介しましたし、あとはまあ天才とは問い,、えー、問いかけられたときに、じゃあ天才というとなまだ抽象的なんだけれども、えー、例えば今回言ったような発想力、表現力、論理力の3つが兼ね添えていると、あ確かにこういう人ってす、えー、全てを高いレベルで兼ね添えている人は少ないよねというふうに考えました。まあ、このように複雑なことも3つに分けてみようというのが今回、えー、ソワットとして思ったことです。 でさらに一歩踏み込むと、それぞれの3つから自分に当てはまることは何かですね。自分はその3つでどこが得意で、どこがそうじゃないのか。これを見ることによって、えっと、何ができていて、これから何をやるのか、あるいはあえてこの3つの要素の1つは捨てるのかというのを見ることができるので、ここも、えっと、今回3つに分けたことからの考えた内容、SOWAT でした、はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。 この配信はビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。次回もぜひ聴いてみてください。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。